どうも井上真樹でございます。どうも遺跡探偵ノーミルク佐藤でございます。そういうやつですかということで今日はこちら飛んでた。今回欧州史上筆頭50戦目玉マイ奇発てとお願いいたします。来ましたね来ましたね来ましたね。はいえ今回よあのすでにねえいろんな報道があるような方々と。 それらに加えて、はい、ああ、この人遺跡じゃないかなっていう予想がある方々10人持ってまいりましたので、えーはい、よろしくお願いします。お願いいたします。期待しております。ということでミルワカチャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いします。毎日やっております。ということでございます。はい、て、はい、ことでこん10人持ってまいりました。はい、<ん>出ました まあ、文字ばっかですけど、こんな住人さんでございます。これはね、今、目を奪われると思いましたけどね。奪われてると思いますけどね。いつの間にか私も上着脱いでるということでね、皆さんね。ありがとうございます。はい、ということで今日もやっていきましょう。住人でございます。左上から順番に今日もやっていきたいと思います。はい、はい、はい。まずはね、話で出始めたのが、ファーガソンくんですね。ファーガソンくん、あ あのブライトンで、はい、三笘くんとコンビを組んでるというはいはいはい、トップないはい、そうなんですあの、ファーガソンくんってさ、まあさあのね、あの日本人で例えるならというかいわゆる高卒ルーキーなんす実は若いんだよね若すぎるついこの間まで高校生みたいな子なんですけどかわいいですね実は日本円にしてすでに市場価値あ10億円を超えていますかわくないですねまっはくで、ただ やっぱいわゆる、日本的に例えるのが分かりやすいと思うんですけど、はい、この間まで高校生だったやつがプレミアリーグ1年目ちゃんと戦って、あの、もう複数ゴール決めてるわけですよね、そう、いえばそうですね。うん。うん、だから、あの、ビッグシックスがもうさすがにつをつけ始めました。ああ、やっぱりそうか。はい。あ<ー>で、実はマンチェスターユナイテッドって、うんはい なんか去年一昨年ほら、カバーニさんとかもいたけど、あの、いわゆる若手の、あの、どんと真ん中でしっかりこう、いてくださるセンターフォワードタイプっていないんすよ。うん、ラッシュポードとか左だもんね。そうなんです、うん、あと、その、ムービングタイプっていうか、日本で言ったら、あの、古橋選手みたいなタイプは何かいるんですけど、うん、どいわゆる大迫優也型というか、そっちのパターンがいないんですよ。なるほど。<laughs> ってので、和系の欲しいんだわってので、目つけられたのがファーガソンくんことで。大丈夫ファーガソンって名前。 みんな、ってなっちゃうない、大丈夫確かにね。もしなんかそれで彼を取らないんであればそういうことかもしれませんけど、わかんないけどね。はい、となっております。そして二人目、まずはなんとこんなことになってる、コロムアニに目をつけているのが、レアル・のマドリードさんでございます。あー、すごい、コロムアニ大出世。ねえ。 要は、ね、2021年に行われた東京オリンピックのフランス代表のメンバーなんですけど、うん、フランスはあの4軍で臨んできたんですよね。東京オリンピックに。四軍。はい。うん。はい、で、その4軍のメンバーだったんですが。ああ、そうだね。ワールドカップ決勝で戦取ったもんね。そうだ誰よりも、グーんとこう、名前を挙げてった男ということで。ね、実はね、コロムアニ選手、<ー>まず大変なことになってました、今シーズン。何ですか実はあの、ヨーロッパの、う、はい、リーグ戦において、うん 得点もアシストも2桁いってますっていう選手が、うん、メッシ、ネイマール、ナポリのクバラツヘリアとフランクフルトのコロムアニーって四4人しかいないんですよ。うん、おーすごいすごい。そりゃ、欲<ー>しいですわっていろんなところから手を挙げられてる状態で、ね。はーはーはーすごい。で、やっぱり、ベンゼマさんがもう今年36なので、うん にこの23年ぐらいでこう入れ替えなきゃいけないじゃないですかさすがに、ね、そう言われながら今までやってますからねまあね <laughs> まあでもいい加減やっぱ次のいわベンゼマのライバル候補として上がってきたのがコロムアリということになりますてえう,う、はい、さが出てるということですねそうですね、はい、そしてそのコロムアリとあと鎌田大地選手をも,もうね、はい、フランクフルト抜けることが決まってるので、うん、えそのフランクフルトが目をつけているのがユニオン・サンジローワーズの えー、現センターフォワード、ボニフェイス。若くてですね、うん、あの日本人でいうと、菅原由成選手や中村啓斗選手、谷晃成選手と同じ2000年生まれの選手になるんですが、彼はそのサンジロワーズの今年のセンターフォワードとして、現状7ゴール、6アシストかな。あそうですかそ去年夏っていうか、9月くらいに確か来た選手だったかなと思うんですけど、ルウェイの方ナイジェリアの方あ。そうですか だからナイジェリア代表では、ほらナポリのオシメンさと同僚って感じになりますね。彼があのノルウェーのボーデグリムと、ねはい、から、ど、えー、うやらサンジロバス来て、今回フランクフルトに行きそうだということになっております。来年はきキと長谷部さんに心を整えられる選手というになっていくということなんでしょうけどね。フォロワリの次のセンターフォワード候補ということになっております。 で、その次なんですただね、あの、心整えられてほしいの、その下の方なんですよね。あんた、無所属って書いてあるよ。あのね、まあさ、皆さん、あの、ついほら、この間、日本に来たじゃないですか。来た来た、来た。あれで、その後、ギリシャ帰って、ギリシャにたんあの、オリンピアコスにいたんですけど、ギリシャ戻って契約解除したんですよ。あらららら、なんでわかんない。へえ。まあ、理由もなくってことはないでしょうけど。そうなんでしょうね。 一応、ただ双方合意の上ってことみたいなんで、なんかね、最近ね、半年ぐらいしか所属するチームとかにいない状態が続いてて、うんで、だからもう、こうね、リーグ戦もヨーロッパほら、もう佳境あと1ヶ月くらいで終わりじゃないですか。だから急にここで新しいチームに行くことはもうちょっと無理なので、次は夏も史上は のところで加入するしかないから、うん。なんでしょうね。なんかパーソナリティ的なことなのか、プレイ的なことなのか。ねえ、なんかなんとも言えないんですけど、ね、最近一番活躍してるというか、ここ一年でちゃんと活動してるのはコロンビア代表でだけなんで。うん、ああ、そこはやっぱり。 呼ばれてんだね、でもね。のそうなんですよね。うん、だからちょっとちゃんと、だからリーグのところで所属できないと、やっぱ代表としても扱いにくくなっちゃうから。じゃあ、J リーグにっていうテンションでもちょっとないよね、なんか。まあ結局、うんいい、なんかめちゃくちゃ年俸高いみたいなんで。こっちもこっちも。確かに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 。<laughs> そうだね。話題にはなると思うんですけどね。ちょっとまあ動向が心配な選手ということですけど。心配といったらこっちもなんですけどレスターのマディソン選手なんですね。ただ心配ならマディソンというよりもレスターです。今ね20チーム中19です。あら。金のままだったのに。そう、落ちます。あら。やばい。やばいね。 しかもね、今年はねあの、バーディーもまだ1ゴールなんですよ。あらららららしくないそうまあただ、バーディーももう36なので、あーそうかそう言われたら、まあそうっちゃそうなんですけど。だってもう、だってミラクルレスターの時もちょっと遅咲きみたいな感じあったもんね。 あの時で29とかなんですね、うんうんうん、まあ、仕方ないといえばですけど、うん、ただ今年は今20位がサウスアンプトンで、で29位がレスターでということで、日本人所属してたこの2チームがちょっともしかしたら来季はチャンピオンシップにっていう可能性がとても高くなってきてしまってるんですね。そうですかそう、だから今、各国代表に絡んでくるような選手とか、やっぱり今、このマディソン選手も今季9ゴール、6アシストとプレミアの中で超上位の成績なんですよ。すうん,うん、うん そんな人をやっぱ残しておくことはできないじゃないですか。なるほどな、うん。でもだからもうリバプールが目をつけてて<ぁ>マリソン君うちの中盤に来てくださいということに<ら>今話が上がってるみたいですと。そっか。うん。じゃちょっとレスターがどうなるか心配ということで持ってまいりました。そして今度右上こっちはね、は目的に心配な選手でってので、えー、今、バイエルンのオランダ代表フラーヘンベルフ選手でございます。は えー、去年はね、うんえー、アヤックスで大ブレイクした、あのパリ世代の中盤の選手なんですけど、うん、あの今年だから、アヤックスでブレイクして、バイエルに移籍したと思ったら、うん、バイエルで泣かず飛ばず状態になっていてああそうて、うん、いわゆる合わなかったんですよね。うん、でちょっとバイエルもほら、いろいろ負けが混んだり、監督が解任とか、まあね、タイミングもちょっと良くなかったかな。 しかもス3バックとか4バックもたくさんかいろん,んな戦術だったのでそうかじゃあでも若いから何度でもやり直せるということでそうなんですよ移籍するんじゃないかとそう,そうリバプールがいわゆるアヤックス時代のデータだとかを参照して打ち合うから来てよってことでまた呼んでるみたいでーへえ イングランド代表の若手なベリンガムさんとかこのフラーヘンベルフさんとかさっきのマディソン選手を呼んでちょっと中盤刷新ってことをどうやら考えているみたいですよなるほどクロップさん。やっぱ若手使いのうまいねやっぱクロップさんなので、はい、だこういう人をなんかこうまく新しいパリス大軍団で望んでってほしいなうかちょっとこう若返ってきてるもんね。うん、ありますね。あそうかはい,はい そして続いて今度、我らがレオ、うん・ハタでごいまもうなんかね、これ噂はさ前々から金がね。ねそうですね。うんえー、これの一つ、まあ一週間ぐらい前の、えー、我々の動画では、ブライトンのトップ下、マクアリスター選手が移籍なんじゃないかってことを動画にしたんですけど、うんうん、それよりトップ下とかインサイドハーフみたいなポジションに旗手選手を呼びたいってのが、ブライトン側の意向としてはどうやらあるみたいですと。はいはい、ただこれうまくいってて、うん、マクアリスターがどうやらビッグシックスに行きますと。うんうん で、そこに旗手くんがやってきますと、うん。今、旗手くんが今、セルティックでおけがでちょっと何試合か欠場してるんですけど、そのポジションに今、あの、岩田選手が出てるんですよね。で、先週の試合であの、岩田選手、あの、リーグのベストイレブンなんかにも選ばれておりましてららららら、すごいね、ポステコグルーさんは。決勝決勝、決勝がめちゃくちゃうまくいってるわけですよ。はいはいはい ってことは、今度、岩田選手がセルティックのレギュラーになり、うん、えー、フォセコ・クルーさんは日本人のまた中盤を J リーグから持っていくっていうのは。すごいですね。ありがたいというかな。はい、付属高校みたいになってくれるんですね。ありがたいですよね。でも、これなると、いわゆるセルティックからブライトン。うん、なんか、なんとなくこう、日本人のこう、いい流れというか。いやー、これ成功してほしいよね。そうですね。<ー>プレミアへの供給源ということになってくるかもしれません。はい。 注目したいところです。三笘さんと会うでしょだって絶対。絶対会うからね。合うでしょわかってるところだからね。はい。そして続いてはこちらもまたバイエルンの話ですが、アルフォンソ・デイビスでございます。ああ、いい選手ですよね。まあこれもだからやっぱ他のチームからしたらって話ですけど、ほら、バイエルンが3やったり、4やったり、やっぱり変わったでしょそうだね。サイドバックとしては。いや、どない、どないしたらええねってこと。そう。で、しかもデイビス君はウィングもできるから、 あの、ウィングで起用される試合もあったんですよね。うん,う,んうん、めっちゃ早い、ね。でも、そう、で、逆にだからサイド足りなくなって、あの、完成の獲得まであったってのがあったから、うん、はいはいはい。バイエルンさんなんかちょっとゴタゴタしてますね、ってので、うん、レアルがちょっと持っていこうかな、なんてことも考えているみたいですよと、と、うん。なるほど。まあ、ただここら辺はね、新監督トゥヘルさんがやっぱ来季のことをどう考えるか次第だと思うので、うん、そっかそっか。まだわかりませんけど、と。うんう,ね、うーん。 まあ、ただちょっと、バイエルン、そうですね。まあ、バイエルンだから、ちょっと今までとはちょっと違った流れが、この夏の移籍史上では起こるかもしれません。はい。そして、次、こんなことあるよと。マンチェスターユナイテッドセンターバック、マグワイア。実はね、マーサ、マグワイアさん、今季ほとんど出てないんですよ、実は。そうなんですね。うん。ってのも、さっき、あの、フラーヘンベルフさんって、あの、話ししたけど、 いわゆる、マンチェスターユナイテッドの監督も去年、アヤックスでやってた、の、テンハグさんって方、はい,はいはいはい。で,で、マンチェスターユナイテッドと今監督やってるんですけど、まあ、ビルドアップがうまいチームに大進化したんですよ、ユナイテッドは。ただ、マグワイアさんってもともとあの、超巨漢の100キロぐらいの選手でもあったりするんで。うんうんうん、食べ方 ね汚いっていうのはマグアイじゃないっけあれ違うあれ違うごめんなさい違うわあれあれユベントスに行ってバイエルに行ったヘンダーブックだねデリフトだごめんごめんマグアイさんごめんちょっとキャラぶってた僕の中で食べ方綺麗ですよマグアイさんはだからねマグアイさんそのビルドアップがあまり上手くないっていうのがそのプレミアレベルであってしまってうそうなんだデュエルはガチガチに強いんだけどビルドアップでちょっと失点に絡んだりだとかもあって天白さんのお眼鏡にかなわなかったんですよ。 他の選手たちが台頭してきてしまったのがあるので、それはどうやらパリ・サンジェルマンが、じゃあ、うちに来ないかと今、誘ってるようですと。そうか。うん。欲しいか。そうなのよ。ただ、パリもいるでしょ、だって。いるんだけど、やっぱ後ろの方がいる。ブラジル代表がいるでしょ足り人いないいるけども、一応、彼らよりかちょっと年齢は具合さのが若かったりとかするので。そうだよね。はい。 ただ、マグワイアさん的にはなんですけど、そのマグワイアから、えー、ポジションを奪ってたのがリサンドのマルチレス選手とかなんですが、彼がちょっと今お怪我したって今シーズン終了ってのがなってしまったので、ああそうかはい。なんで残り5試合ぐらいは多分マグワイアさん使われることになるから、そこでいわゆるどれぐらいのものを見せられるか次第で来季の椅子がどうなるかということになりそうですなるほどね。そして今日のラストは、えー、今セリエ A 優勝しそうなナポリ,、はい、ナポリから、 センターバック、韓国代表、キム・ミンジェさんでございます。キャラ立ってるよね、彼ね。そうだよね。ディフェンダーって感じだよね。そうだね。ただ、どうやらナポリのことが好きすぎてというか、ちょっと代表では俺もやんなくていいかなぐらいのことをちょっとコメントしちゃっなんか、ソン・クロミンさんと今バチバチにやり合ってるみたいなそうなのネット記事とかも出てたりしますけど。すげえ、そういう選手が出てきたわけね。ねえ、ただ、ナポリのレギュラーで優勝しそうって状態まで来てますから。すごいね。 そんなアジアのね、うん、やっぱディフェンダー素晴らしいよねと。うんうん、ねで、今、そのキム・ミンジェを、どうやらユナイテッドだったり、トッテナムだったり、やっぱビッグシックス組が狙ってるんじゃないかという話があるんですよ、えー、そうなっていくでしょうね。そうなんですよでもトッテナムうん。仲悪いんでしょ、ゾンミンさんと。 だから、ちょっとそうなってくるとないんじゃないかなって思ったりするし。なんか悪くはないか。悪くはないまあ、どういうふうなことになるかわかりませんけど、まあ、ただ、ビッグシックスがでに目をつけてらっしゃいますよありがとでございました。なるほどね。目玉軍団でした。目玉ですな。旗手選手ってのは何歳ですか、今。今ね、今年26になりますかうん。 これはだから、あと2回ぐらい移籍できんじゃないいや、いけるでしょう。ね三3手前ではビッグシックスぐらいいけそうな感じもありますからね。駆けっっていただきたいよね。いってほしいですね。はい。これ S は何なのこれ手でやってる、これは。これ何だったんだろうセルティック。セルティックは C、C だもんね。何これ。ハタテレオでもないしね。ええかわさ、キーフローネ。スロー S を出してんじゃないの ?3 日にわたって。3日にわたって、これ。 初日じゃない顔からして。なぜ <laughs> だよね。なあ、これ知ってる人教えてください。何でしょうね。な<え>あ、にこれ。サイズサイズ <laughs> 僕の、僕は S ですよって、急に。<laughs> マックに対してポテトの S サイズ僕食べたいですとか。<laughs> それだ。 <laughs> いや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 だ <laughs> いや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 、ねねうん、しいや <laughs>、まあ、いや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 いいや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 いいや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 いい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 